Thank you.
another train will come soon.約30分ほどです。瀬戸峡温泉駅までの所要時間は約1時間7分ほどです。
次は沢間沢間です。列車右側上野吊り橋両国吊り橋です。この吊り橋揺れない作りとなっております。 列車撤去を通過いたします。右手に流れております川、皆様すでにご存知の大井川です。いつかさまちょうどよく綺麗な色となっております。撤去入りまして左手前方から流れております川、沼田川です。ここは大井川と沼田川の合流点となっております。 左手前方から流れております。翼川の上流に翼峡温泉があります。この伊川線は
右手の大井川にとって終点井川まで運転しております。まもなくどうもとどうもとです。次は長島ダムです。今一番後ろに連結されましたアプト電気機関車が後ろからものすごい力で押し上げ、これから急勾配を登っていきます。上り勾配です。 1000m の距離で 90m 上るという日本の鉄道の中では日本一の急勾配です。列車に乗っていますとさほど急勾配を感じないかもしれませんが、右下に流れております。大井川を見ていますと大井川がだんだん足元から遠ざかっていくのがお分かりになると思います。
道トンネル抜けまして、右側に長島ダムの建設現場がご覧になれます。右側に高さ109メートル、幅308メートルの巨大な多目的ダム、長島ダムが平成9年度の完成予定となっております。この長島ダムは発電用のダムではなく、農業用水や大井川の洪水の浄設などに使用されます。この長島ダム完成いたしますと、大井川水系では一番大きなダムとなる予定です抜けたところで西部の九州の勾配を上り切り半分区間が終了となります。長島ダムです。長島ダム駅では今打ち上げてきましたアプト電気貨車の切り離し作業を行いますので、切り離し作業が終わるまで外から聞こえてきます長島ダムに関する安全放送をお聞きください。お出口左側です。長島ダムです。見えておりますが、ダムが完成して水が満水になりますと、その元の線路の上まで水が溜まります。この鉄橋と鉄橋の真ん中に学校の駅を作りました。奥大井古城駅です。湖の上にできる駅ということで前もって奥大井古城駅と名付けました。右側前方上に見えております。木造りの洒落た建物は展望台となっております。ありがとうございました。奥大井古城です。お出口右側です。奥大井古城です。 You can look from all join in left sideCome about the track. 次は雪解け温泉。雪解け温泉です。この右下の歩道は遊歩道となっておりまして、鉄橋の上を一般の方も歩けるようになっております。どうぞ勇気のある方一度渡ってみてください。
次のトンネルに入ったところから急勾配が始まります。列車がバンパーしないようにアップデンキ関車がブレーキの役目を果たし、バンパーへ降りていきます。